これちょっといろいろなんかニャンニャン動画を拡散されたっていうちょっと話それ僕あ5年前なんですけど、うん、僕がそのなんかそのネットで、うん、ファンの方がなんか村本さんのなんかそういうニャンニャンしてる動画が流出してますよって言われて、はい、ほんで見たらなんか村本ニャンニャン動画流出って書いてて、はい、僕がその女の子とそういうことをしてる動画をもう、うん、あの村本で検索したらすぐ出てくるようになってたんで、それはほんまなの？でもそれは架空請求に使われてたんですよ。なんか多分芸能人のそういうちょっとエロいとこ見せます、ここクリックしたらっていうのでクリックしたら全然分かれへん。だからその悪ええ、じゃあ実際映像はあったんですか？ないんですよ。ないけどもうね、24万円請求させていただきますっていうメールが毎日30件ぐらいブワーって来るんですよ。そのに使われてたんですよ、名前が。ああ。なぜ知ってるかというと、僕はクリックしてしまったんですよ。しつこく毎日何十件も来て、ほんでそれを吉本に言ったらモテモテやんで終わりましたから。どんな会社やねんと思って。どんな会社やな。そういうこともあるんや。え、さしやさん、それ有名やろ、そういうの。そういうのありますよね。わからんわ、俺も。わかんない。例えば、私、ゴシップ好きじゃないですか。はい、だから、あの、有名人の名前、その付き合ってると噂されてる芸能人同士の名前検索したら、ちょっと待って、あなたそんなんすよ。しますよ。あなた最低ですよね。知りたいんや。え、知りたいです。ゲス腹ですね。まとめサイトとか見てそれ丸々信じちゃうタイプなんですけど、それを調べた時に何とかと何とかのキス画像あるみたいな。それクリックするの？それがもしかしたらフライデーなのかなと思ってクリックしたら、しちゃうんや。あの嘘で下級請求だったクリック詐欺ね。そうそう、ありますよ。これずに3回ぐらい引っかかってますもん、今まで。それにいや、男性芸人だったら分かるけど、女性アイドルがこれキス画像と見たい。いや、なんか普通にあの悪い気持ちが出て見たい。知りたいですよね。ニャンニャン画像とかってもうクリックすんねん。知りたいです。あ、本当なのかなと思って。ニャン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 画像見たいの？見たくなります、興味本位で。でも村本さんのニャンニャン画像って価値あったんですか？いや、そんな、まあ、もしかしたら僕しかクリックしてなかったみたいな。古市さん、古市さん、それ今言うべきことですか？もう村本も受けて喜んでんねんから、こんな時間差でこんな画面地内側じゃなくて外側にも来るんだよ。ちょっとよう分からんわ、俺は。そうですよね、分かんないです。だからそういうのあんまりしないし、ただこういうふうにネットの中では、うん、こんなこういういろんなことがあると。あれですか、その仏作って魂入れずっていう言葉がありますけど、はいはいはい、で今これ言うてるのはあの仏を作らずでも魂は残ってる感じですよね、きっとね。ずっとだからその魂を何とかしてくれって、まあ、ただまあヤフーとかグーグルって検索サイトなんで、これ以上のことはどうしてもできないんですよね、うん、検索結果を表示するのがヤフーとかグーグルの役目だから、元のサイトはまた違うところが作ってるから、また違う手続きをしないと消すことまではできないです。そういうことなんや。うん、そうなんですよね、うん、ただ逆に、まあ、あの Google 8部とかってことも言われるように、逆に検索しても出てこないってこともあるんです。だから、うん、例えば古市の女子で検索しても一切本当の情報を出さないみたいな形で、逆に本当の情報を隠されちゃうみたいなことも起こっていて、いろいろあるんですよ。さあ、そしてちょっと長谷川さん、はい、リポートの長谷川さん、はい、やっぱこういう